皆さんこんにちは、森真由美です。今日はこんな私ですけど、黒百合の女をレッスンしますよ。でもこの人本当は可愛い人だと思うんだよね。ゼロキーでいきます。銀ギラのネオンがいい、油と汗が染みついた野良猫さえも逃げ出すような、路地裏私は生まれたのよ。ということで、結構ベタベタしてます。油と汗のなんかこう中華料理屋さんの換気扇みたいな感じですけれどもまあこれも、なんか面白いですよね。黒百合は恋の花って、あっちの黒百合はちょっとまた違う野生的な感じですけど、こっちは都会的な感じですよね。で、銀ギラっていう言葉はね、軽めか重めかって言ったらやっぱりね、重く言った方がいいと思うので、どうしても声が可愛い感じの方はですね、なんかこうお引けなすってみたいなそういうお芝居するつもりで、足縄なんとか生まれはなんとかって口上切るつもりで、銀ギラのことによったら後ろから前に漕ぎ出して、あ、銀ギラのとかって勢いちょっとつけてあげると、背中を押された時のね、そういう風にするといいかもしれないね。ネオンがい、それから銀ギラののとネオンがいのいは伸ばすとちょっとニョロっとしちゃうので、ずっこけるので、銀ギラのネオンがいいって言うとあれやってなるので切りましょうね。油と汗はあの字2つアクセント置いてみて、そこをグーグーって言える感じ。油と汗が染みついた、たはね抜くんだよ。野良猫さえも逃げ出すような、どんな路地裏なんだか、路地裏私は、これやっぱり私じゃなくて私というのが似合うでしょう。でも私にどうしても抵抗があるから嫌だわっていう方もちろん、私って歌ったっていいと私は思います。私は思います。私はでも構いませんよ。そんぐらい別に怒られないと思うからね。路地裏のロはちゃんとベルを動かしてラリルレロ発音しましょうね。生まれたのよ、生まれたのさじゃなくて、生まれたのだじゃなくて、生まれたのよってところにね、この女の人の本当の可愛さがちょっとだけ見えてる気がする。生まれたのよって、生まれたのよって言ってると思うけど、生まれたの、生まれたんだよとかじゃなくて、やっぱり生まれたのよってところが可愛いでしょうね。こういうちょっと突っ張ってる感じだけども、可愛いところはちゃんとすくい取って拾ってあげようね。赤い花には赤い、皆さんが例えば歌おうと思ったらね、赤いって頑張ると思うので、エネルギーのバランスは逆です。赤い、こっちの方が全然歌いやすいからね。花にはなれないけど、なれないとけどと分けてあげた方がいいかな。まあこういう歌は基本あんまり語尾を滑らかに歌いすぎない方がよろしい、雰囲気が出ると思いますけど、いかがでしょうか。生まれたところで咲くしかないさ、ここはないよじゃなくてないさになってますね。諦めの気持ちがちょっと出てるっていう感じかな。咲くしかないのとかになってないっていうところね、ないさっていうところで結構諦めが強い、人生のね、自分の人生投げてるよってことだけれども、そうよ、そうよってまた言うんだよ。そうさじゃなくて、そうよなのよ。この辺攻めに合ってません？だから私この主人公のことなんか好きになっちゃうんだけど。黒ゆり、黒ゆりのロと黒ゆりのりは、くどゆびとかならないでね。それとか、くどゆりでもなんか誰それって言われちゃいますよね。黒ゆり、ろ、ろ。ベロの先っちょをしっかりと口の天井の真ん中のあたり、あんま前出すぎないで、ロってビシッて叩いてください。あたし黒百合の花ね、覚悟がね
えって誰に言ってるの？まああるなら惚れなよだから男の人ですよね。でこれね、ちょっと変わった愛の告白なんじゃないかと思うんだよね。覚悟があるなら惚れないよって言ってるけど、私あなたのこと好きって言ってるのとイコールじゃないかなって私は思っちゃうから、ちょっと可愛くねえを言いたいかな。ねえ覚悟があるなら惚れないよ。でこのあたりももうちょっと、例えば今ゼロキーで歌ってるのでキーを下げてもう少しドスを聞かせて藤恵子さんバレにウェッて歌うとか、ベッっていうのが藤恵子さんじゃないんだけどちょっとドス聞かせて歌うとかっていうのは、まあキー変えてね歌ってもいいかなと思いますけど、そんなんでどうかしら。まあもっと演歌好きな人が歌ってもいいし、ロック好きな人が歌ってもいいしっていうちょっと変わった面白い歌だと思いますので、これはね午前0時のリフレインっていう2022年に発売されたかなさんのシングルのカップリングの歌なんですけれども、おすすめです。まゆちゃんのダークホースとして演歌の森番組内で取り上げた曲でございますから歌ってみてね。では一番一緒にまとめ歌ってみましょう。勢いつけてね。ギンギラのネオンがいい、油と汗が染みついた野良猫さえも逃げ出すような、路地裏あたしは生まれたのよ。赤い花には慣れないけど、生まれたところで咲くしかないさ。そうよ黒ユリ、あたし黒ユリの花ね。覚悟があるなら惚れないよ。怖いんだか可愛いんだか分かんない女ですけども、ちょっと謎めいたところがまたいいんでないかい。じゃあまたね、バイバーイ。